マダラオ山、黒姫山間の高原に位置する野尻湖、空撮黒姫高原スノーパークからの野の尻湖野尻湖、空撮野尻湖野尻湖,湖は、長野県上見の地群品の町にある湖。古くは、品の尻湖と呼ばれた。不要湖とも呼ばれる。ナウマンゾウ化石が出土する湖としても知られており、発掘調査が行われる。故障水質保全特別措置法指定故障。 天然湖で、妙高高原、黒姫高原とともに、妙高都学志連山国立公園に指定されている。東のマダラオ山と西の黒姫山に挟まれた、標高654メートルの高原に位置する。面積は4.56平方キロメートルで、長野県の天然湖としては、諏訪湖に次いで2番目に大きい。水深は39.1メートルあり、貯水量では、 諏訪湖を上回る。湖の水は、池尻川を通じて流出し、関川へ合流して、日本海に注ぐ。生因には、諸説が存在し、マダラオ山の噴出物によってせき止められたという説と、黒姫山の噴火により発生した、池尻川で流によりせき止められ、その後、湖の西側が流起したという説がある。野尻湖という名称は、 古く品野尻コと呼ばれたものが変化したものであり、また湖の形状から不要コという別名が付けられた。いかに、角川日本地名大辞典より引用する。県西北端にあることから、古来、品野尻コと呼んでいたものが、略されて、野尻コと呼ばれるようになったという古岩線が出入りに富み、その形が、不要の花に似ていることから不要コとも呼ばれる。 1933年4月付の史跡名称天然記念物調査報告第14週に収録されている名称のじりこの項には以下のようにあるので引用する古来品のしりこと呼びたるものが略されてのじりこと称するに至りたので画名を不要子というすなわち湖岸線の都市質が著しく鉢先を数減るところから鉢田の不要に通りはせた ものである。1937年発行の、高日本風港には、不要庫のほか蓮子とも呼ばれるとあるので、以下に引用する。この、湖形蓮華に似たりとて、不要庫または、蓮子とも呼ばる。また、品濃町市では、不要の、歯に由来するとあるので、当該部分を引用する。野寺湖には俗に48先があると言われ、 小岩線の出入りの多いことを示している。またこの出入りの多いことが、不要の歯に似ていることから、不要子とも呼ばれている。なお、野尻湖の西には、野尻という地名があるが、これは山に囲まれた野尻湖で唯一西側の海が、開けており、そこからまず、沼尻という地名が生まれ、やがて野尻に変化したとされる。笹上根ダムとともに、 石川下流域に広がる農地に灌漑する農業用水の水源として利用されている。約80年前にはナマズ、ギギ、土フナタナゴ、コイ、ウグイ等15種類の生息が記録されている。地元漁協は遊漁などを目的としてワカサギ、ヒメマス、ヘラブナなどを遊漁目的で放流している。東北電力の水力発電所、池尻川発電所は、 のじりの水を取り入れ、最大 2340kW の電力を発生した後、関川に放流する。のじり湖に流入する水が少なくなる冬の間は、発電所の運転によりのじり湖の水位が低下してしまう。のじり湖は関川下流域の農地を潤す水がめで、あるから、春先に関川を流れる豊富な雪解け水を発電所に設置されたポンプで、 のじりこに組み上げ、農業用水が必要となり始める時期を前に水位を回復させる。こうした運用ができる、水力発電所を、用水発電所という。1932年、東北電力の前身となった企業の一つ、中央電機の国と松蔵が、 自身の経験をもとに、内務省からの助言を得つつ池尻川発電所、建設計画を立案し、日本初の揚水発電所として1934年に完成した。下記には、マリンスポーツが盛ん。他方、寒冷地にあるにもかかわらず、冬季でも決表しない、湖であり、冬季には、ドーム船と呼ばれるストーブを備えた船で行う、ワカサギ釣りが楽しめる。 湖畔の一部に日本三大外国人秘書地の一つに数えられる上山国際村があり、大正10年から野寺湖協会によって管理されている。野寺湖観光汽船、野寺湖定期船会社によって3隻の遊覧船とレンタルボートが運営されており、これを利用することによって湖上に浮かぶ美和島を訪れることができる。道東には宇賀神社と 戦国武将の宇佐美貞光のものとされる墓が存在する。ノジェリコ、ナウマン像博物館、ナウマン像像この固定遺跡は出土した石器の特徴から見て、中期旧石器時代の末に位置づけられ、大石層を上部、中部、下部に分けると、約5万年前から3万3000年前までに形成されたと考えられている。1948年に、 地元住民が偶然ナウマン像の薄葉を発見したことにより、1962年から古典や古範での発掘調査が始まった。発掘が行われるのは、野尻湖の西岸の律が花という岬付近の古典と、その周辺である。地名をとって、律が B 遺跡と呼ばれる、キルサイトの遺跡である。発掘調査は3年に1回3月に行われ、 発電所の取水による湖水面の低下のため小岩が沖合に交代する時期に合わせて世界的にも珍しい大衆発掘という形態で行われている。発掘の歴史1962年の70名が参加した第一次発掘ではナウマン像ウとヤベオオツの自家の化石発掘により3から5万年前の最後の氷河時代のものであることが確認された。 1964年の第3次発掘では、旧石器の白片が発見され、ナウマン像と人類の関係が問題となった。1973年の第5次発掘では、参加者が1000人を超えた。ナウマン像の摂取と、大津の鹿の手のひら上郭をはじめ、ナイフ型石器、骨製器部加工白片などが発見され、ナウマン像と、 旧石器時代の人類が共存していたことが証明された。2008年の第17次の発掘までに約2万2800人が参加し、約6万7000点の化石遺物が発見されており、出土品のほとんどは、古藩の野尻湖、ナウマン像博物館に収蔵され、一部が展示されている。発掘を組織しているのは、野尻湖発掘調査団で、 民間の学術団体である。全国23カ所に発掘の参加者を募集し、そのための学習を行う、野尻子友の会という組織が作られ、老若男女誰でも友の会の会員になれば、発掘に参加できる。発掘の運営は、参加者の参加費によって賄われている。1997年12月、長野県品野町の野尻子発掘調査団は、 同年3月の第13次発掘調査で約4万年前の中期、旧石器時代の土層から発見された、この刃型戦闘機が偽物だったと公表した。調査の結果、95年夏近くの別の遺跡で発掘直後に盗まれたものだったと判明した。調査団長の坂井純一、新州大教授らは、再発防止策を2年半かけて検討した。 その結果、2000年3月の第14次発掘調査から確かめ掘りを採用した。異物を掘り当てた時点で作業を止め、周辺の土層を複数の人間が入念に調査し、土層と異物の関係を現場で確認する。偽物を見抜けなかった責任を取り、堺教授は再発防止の道筋がついた1999年11月、団長を辞任した。 高古遺物この遺跡からは、珍しく人類遺物と動物遺体が同一層中から出土している。多くの小型の作編石器が主体のナイフ型石器、ナウマンゾの造下を加工したビーナスの国旗ナウマンゾやヤベオオツノシカの化石などが出土した。これらの大型哺乳動物が人類によって狩猟の対象にされた可能性が指摘されている。この外に、 日本ジカイノシシ、アナグマ、ノウサギなどの中、小型の哺乳動物の化石も発見されている。また、遺跡やその周辺から検出されたマツカの、朝鮮御用の花粉及び、植物遺体は、旧石器人の植物食料源となったと、推測されており、鬼ぐるみ、ツノハシバミも出土している。その他、ナウマンゾウの足跡や貝の潜り跡などの、 生根化石と思われるものも見つかっている。また、土葬中の形相、花粉の微化石を採取したり、古地時期を測定するための固定堆積物のサンプリングや火山灰の分析などを通して年代測定や個環境の研究も行われた。これらのことからも、今から約4万年前の旧石器時代に、野尻湖の周辺には人が住んでおり、 大型哺乳類の狩猟をしていたと見られていることが判明した。地球環境的な観点から重要な研究対象で周辺で大きな工業活動がされていないため人間の活動の影響が少ないと考えられるほか大きな流入河川がなく数万年間の気候変動と周辺環境の変化を固定に堆積物として残しているため多くの研究がされている。 その主な成果として、野尻湖の湖面水位変動は、過去4.5万年間で8回の大きな変動があり、プラス5メートルからマイナス30メートルの変動幅で、地球規模の気候変動に対応しており、寒冷期には、周辺降雪量が増加するため水位上昇していた、こと考えられている。固定の泥の分析により、人口密集域に近い固定ほど、銅、鉛、 アエンなどの濃度が高く離れるほど濃度が低くなる。つまり、ノジリコにおいても人間の経済活動による影響が大きいことを示した。ありがとうございます。